桜井平五郎八月八日から1 9 5一年二月十一日は、大正から昭和期の実業家、政治家、衆議院議員、国務大臣、石川県会議員、幼名、まさきり石川県富月市群柳田村で桜井源次の長男として生まれる。一九十一年三月、早稲田大学政治経済学科を卒業。1 9十五年四月、 日本タイプライター会社を創立し常務となる。その他、北陸毎日新聞社長、副社長、北日本大化レ連賀社長、日本観光社長などを務めた。1913年7月から1915年4月まで石川県会議員となる。1915年3月の第12回衆議院議員総選挙に石川県軍部区から立憲同志会に属して出馬し当選。 九百十六年十一月二十七日、大審院で衆議院議員選挙無効訴訟事件の上告が棄却され議員を退職。その後再選挙となるが、再び当選。第十三回総選挙でも再選された。その後、九百二十八年二月の第十六回衆議院議員総選挙から九百四十二年四月の第二十一回総選挙まで六回連続で、 当選した。所属政党では、立憲民政党総務、同党政務調査会長、同党幹事長、翼詐議員同盟総務などを務め、戦後は、日本新歩党に所属したが、間もなく公職追放となった。また、1931年4月に、第2次、若月内閣の商工参与官。1932年、金沢市の湯湯温泉で、白運動ホテルを開業する。 1934年10月、岡田内閣の卓務政務次官となる。太平洋戦争を迎え、1942年3月、陸軍省事務職卓、第15軍司令部付け、軍政顧問に就任し、ビルマに赴任。1945年4月、鈴木貫太郎内閣に国務大臣として入閣した。戦後、1945年12月に、 永久先犯容疑者として拘留されたが、1947年9月に釈放された。1951年2月11日、日本タイプライター本社の社長室で死去した。去年70、横浜市長の平沼良三を葬儀委員長とする社僧が営まれた。ありがとうございます。